こんにちは、日向葵でーす。みんな、やっほー。やほやほー。みんな聞いて。やっとね、届いたの。ずっとお話ししていたんですが、配信で。じゃーん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 。すごい。なんと、3D を。てしまいましたよ。これね、開封動画をやろうと思ったんだけど、開封動画作ろうって思ったんだけど、箱がね、だってすごいんだもん。見て、ほら、すごくない？ここにさ、3DO って書いてあって、これさ、最初開け方わかんなくてさ、で上にするとパカンって開くんだよ。これ開いた。ほら。もろもろ説明書とかコードとか入ってるんですけど、すごくない？こんななんかさ、ねえ、なんか1億円入ってんのっていう感じの、すごいね、ちゃんとした箱に入ってて、めちゃめちゃ感動して開封動画を作ろうと思ったんですけど、我慢できなかった。でも音をね、早く早く聞きたくてしょうがなくて、そう、届きました。じゃーん。これね、実際に私が今までどうやって、この耳のね、音の感じとかを出してたかっていうと、これね、マジで貧乏の裏技なんだけど、今まで私が使っていたマイク、こちらですね、タスコムさんの、タスキャムかな？このブランドさんの、このバイノーラルマイクを使って、ここに無理やり耳の模型を貼ってたんですよ。結構キモいことしてたんだよね。で、やって、こうやって耳の感じとかを、音を表現していたんだけど、やっぱね、本物には勝てなくって、当たり前だけど、勝てなくって、ついに買っちゃったの。すごいよ、これ、本当に、マジでやばい。本当にすごい。もうね、全然違う。本当に早くね、みんなに聞いてほしいんだけど、とりあえず、届いたよっていうね、動画を撮りたかった。はい。こんな感じ。すごい。耳の感じとかね、もう私は音聞いたんだけど、すごいやっぱ全然違う。全然違うの。もうこれ早くね、みんなに聞いてもらうべく、音をね、今撮っているので、楽しみに待っていてください。新しい ASMR をね、みんなにお届けできると思うので、楽しみに待っていてください。私の部屋を今スタジオと化そうとしている感じです。ございます！ということで、ちょっと 3DO ちゃんがね、届いたよう動画でした。はい。ASMR 投稿します、近々。待っててねー。バイバイ。